はいどうも、キャッチミーの高幸です。というわけで今日も始まりました、暇を有効に使ったフットボールラジオということでやっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日はまあ J1 とか J2 がね、そろそろ始まるということで、トレーニングマッチとかシーズンキャンプが終わって公式戦に向けてね、調子を整えていこうじゃないかっていう中で、俺は J3 に目をつけていきたいということで、今日は J3 について話していきたいなと思っております。まあ J1、J2、J3 ね、全部順位予想とかしてみたいんやけれども、J1 はやっぱ昇格予想とか降格予想がないっていうことで、今週は J3 の昇格予想、そして来週 J2 の昇格予想をやっていって、まあ J リーグ開幕ということで、まあ J3 はね、3月くらいまでないんやけれども、J1、J2 が2週間後開幕するっていうのもあるから、ここでね、昇格予想をやっとこうかなという感じでございます。で、J3 の方は上位2チームが J2 昇格する可能性があるんやけれども、去年 J2 から4チーム、松本山が愛媛FC、ギラバンツ北九州、SC 相模原。この4チームが降格してきたんよね。で、さらには J2 経験のある FC 岐阜、カターレ富山、ガイナーレ鳥取、カマタマーレサヌキ、そして鹿児島ユナイテッドとかが残っているっていうことで、昨年ね、惜しくも昇格を逃したテゲバジャーロ宮崎とか、もう昇格候補が盛りだくさんなんよね。で、チームもね、18チームに増えて、試合数も多くなった J3 リーグで、どのチームが昇格するのか、そして俺の注目するクラブを中心に昇格予想をやっていきたいなと思っております。じゃあまずは J3 の昇格予想をやっていきたいなと思うんですけれども、1位から6位まで予想していきたいなと思っております。まあ J2 やったら、6位やったらプレーオフっていうところがあって、6位でも J1 昇格っていう可能性があるんやけれども、 J2 は2チームの自動昇格しかないんやけれども、本当にこの6チームどこが昇格してもおかしくないなと思ってるし、この6チームに選ばれへんかったチームも正直ポテンシャルはめちゃくちゃ高いチームとか多いと思うので、そこら辺ね、俺の予想が当たるのかシーズン終了後に見ていけたらなと思います。じゃあまずは6位チームの予想ですね。6位は松本山が FC ですね。まあ正直もっと上に予想するようなチームやと思うし、 J3 の順位予想ってやってる人どんだけいるんかわからへんけれども、昇格2チームに入っててもおかしくないクラブやっていうのは分かってるんやけれども、6位を俺は選びました。まあ理由なんですけれども、去年松本山がは J2 を最下位で降格してるんよね。で、北九州も愛媛も松本山賀も去年は7勝しかできひんかった。その中で山賀は後半戦少し立て直しっていうことができた時はあったんやけれども、その立て直しで躍動していたのがセルジーニョ選手と河合選手やと思うよね。で、そのセルジーニョ選手が山賀にいない。しかも契約満了っていう形で退団。これはね、かなり厳しそうかなっていう感じ。まあフロントとかチームの意向とかわからへんけれども、そんなキープレイヤーを契約満了で逃しちゃっていいんかなっていうのがあった。で、さらにはチームトップスコアラーやった鈴木邦友選手と中盤の要としてね、さっきも言ってた河合選手の2人が山形に移籍。で、フォワードの坂野選手がヴェルディ、山口和馬選手が町田、伊藤翔選手も横浜 FC にレンタルバックっていう感じで、攻撃陣という攻撃陣が放出されて、その代わりに誰を獲得するのかなって期待はしてたんやけれども、山口から小松選手を補強しただけやったんよね。まあ4人のフォワードが放出されて1人しか取らへんっていうところ、ちょっとやばいなっていう感じやし、中盤も岡山からパウリーニョ選手を獲得したものの、セルジーニョ選手と河合選手の2人の放出に比べると少し物足りひんっていう感じがあるかな。で、まだ紹介してないけれども、他の J3 に降格してきたチームとか J2 昇格に力を入れているクラブと比べると戦力的に昇格は厳しそうやなと思ったので、ここでの順位を予想しました。というわけで次行きたいと思うんですけれども、次5位の発表やね。5位は FC 今治です。正直ここはサプライズ枠で俺が押していこうと思ったクラブやね。安定を求めたらもっとね、他のクラブの話をしてもよかったんやけれども、今治今年は面白そうやなっていう感じで選びました。まあ元日本代表監督の岡田さんが GM を務めているこのクラブなんやけれども、去年は11位と苦しんだシーズンとはなったものの、今シーズンは必要な位置に適宜選手を獲得したイメージ。今回の補強ポイントとしては、サンガから富田選手、レイソルから滝本選手、岡山から下口選手と、ディフェンダーとかゴールキーパーで要となるような選手を獲得。で、攻撃陣においてもスピードに定評のある春山選手、 FC 琉球から中川選手とね、まあ、期待の選手が多いかなと思っております。で、さらには外国籍選手でフォワードの選手を2人獲得していたりと、実力は未知数やけれどもポテンシャル面でも注目があるクラブかなと思っております。で、既存の選手でも去年主力として活躍した島村選手とか上原選手、それに山田選手、ここが残ったのは大きい点って思ったんやけれども、原田選手がサガン鳥栖に放出っていう、少しそこが
痛いポイントやったかなっていうのはあるものの、駒野選手とか細川選手で修行選手のベテラン組の力もあるということで、 J3 の中で台風の目となっていきそうやなと思って5位に選ばせてもらいました。さあ続いて4位予想なんですけれども、4位はこちらカターレ富山ですね。去年は J3 で勝ち点46、4位でフィニッシュしたカターレ富山、今年は多くの実力のある選手を補強しながらチームの主力を残すことにも成功して、まあ、チームとしての力が上がったっていうのは間違いないって思ってるところかな。正直 J2 から4チーム降格っていうことがなかったら昇格候補最前線って言った雰囲気があるので、まあ、スタートダッシュ次第では昇格することも全然ありそうやなと思って予想しています。で補強という面ではやっぱり注目株はアルトゥール・シルバ選手かな。 FC 東京からレンタルが発表された時は多くの人がね驚きの声を上げたくらいの注目だし、ミッドフィルターで岐阜から川西選手、湘南から柴田選手とね若手ベテランの位置で中盤に定評のある選手を獲得してきたっていうのもポイントかなと思っております。でディフェンスの面でも鎌田選手とか高山選手で、ゴールキーパーの山田元気選手っていうところを獲得してきたり、本当に期待しかないクラブかなと思っております。で残留した選手っていう面でも、去年のトップスコアラー大野選手が残留、大型のストライカーで高さもあれば裏への抜け出しもできるという J3 トップレベルの選手やと思うし、中盤を支えてた姫野選手とか椎名選手がいるっていうこともあって、4位に予想はしているものの、それ以上の結果も全然ありそうやなと期待しております。続いて3位予想ですね。3位はこちら FC 岐阜です。まあ2019年シーズンに J2 から J3 に降格を経験して、今シーズンで J3 3年目、まあ毎年昇格候補っていうところに挙げられてはいるものの、ギリギリでね昇格を逃しているっていう感じの印象がある岐阜、今年こそ J2 昇格に向けて多くの実力のある選手を獲得してきたなっていう感じだし、俺は3位に予想したけれども本当に仕方なく3位って言った感じ。2位以内に入ってもおかしくないし、順位予想って改めて難しいなっていうことを感じました。もうねここは本当に首位で終わっててもおかしくないようなチームなんよ。やからこそ3位に予想したんがすごく申し訳ない。まずチーム力についてなんやけれども、戦力が J2 でもね全然戦える戦力、ゴールキーパーの補強っていうのはなかったんやけど、桐畑選手に松本選手、大野選手と、まあ、実力のある選手がいる印象っていうところ、ディフェンスに関しても今シーズンからやってくる長崎のフレイレ選手で、北九州から岡村選手を獲得してセンターバックが強固なものっていうことになったし、サイドバックには橋本選手、そして藤谷選手、さらには浦和レッズからやってきた宇賀神選手とね、かなりいい補強ができてる印象で、ミッドフィルターやフォワードに関しても同じことが言えて、ここは放出も結構あったもののきっちりと補強してきたなっていうのが感想であって、三島選手と相原選手が熊本に移籍で、川西選手は富山、深堀選手が群馬に移籍など本当にいろいろあったんやけれども、レノファ山口からヘニキ選手、エイソルの菊池選手、サンガから庄司選手を獲得で、フォワードも出ていった分しっかりとヴィッセル神戸から田中純也選手、 YS 横浜からウンドカチャールズ選手を獲得して、既存の選手には柏木選手とか本田拓也選手といったベテランで実力のある選手が残っているっていうところ、本当にここの新加入選手と既存の選手が混ざって合わさったら大変なことになるなっていうことを思いながら今予想しております。正直経験豊富な選手も多いので、終盤戦の緊張感が続く試合があったとしても力を存分に発揮しそうなので、安定感のあるチームになっていきそうやなっていうことを感じました。さあ続いて、そんな FC 岐阜より上に俺が予想している2位のチームのクラブなんですけれども、2位予想がこちら愛媛 FC ですね。まあ J2 降格組全員がねスランプを継続させるとは思ってなくて、その中でも愛媛 FC は昇格筆頭候補やなと思ってこの順位を選ばせてもらいました。まあ正直インアウトだけで語りが終わるレベルなんやけれども、本当に出ていった選手も多かったし入ってきた選手も多かった愛媛 FC、 J1 とか J2 に移籍が決まった選手も多くて厳しいなっていう場面は結構あったんやけれども、ゴールキーパーとかディフェンス陣の主力が多く出ていったところをきっちりと補強もしたなっていう感じ。まあまず放出の面では J2 でね好セーブを見せていた岡本選手とか、190センチを超える長身センターバックの池田選手、でサイドバックから攻撃を牽引していた茂木選手が移籍したっていう感じで本当に苦しい感じやったんやけれども、山形から栗山選手、セレッソから森下選手、そして浦和レッズから大城選手、サンガから森脇選手とか、まあ、若手ベテランを含めて実力のある選手を獲得してきた、まあ、きっちりと出ていった分を補強してきたなっていうのが愛媛 FC の印象で、中盤もね入れ替わりが激しい印象やって、近藤選手が完全移籍で2年目を迎えたっていうところもあったんやけれども、個人的に推しているのは小原選手と忽那選手、ここはねテクニックに
定評のある選手っていうイメージがあって、さらには横谷選手とかもいるっていうことで、テクニカルな選手が残ったっていうのはすごく良かった点やと思うし、ストライカーの位置では吉田選手とか、群馬から新選手、セレッソ大阪から松田力選手を獲得するなど、得点能力に長けている選手が愛媛 FC に入ってきたっていうところとかいるところ、ここは本当に今シーズンの J3 リーグ最多得点クラブになってもおかしくないんじゃないかなと思っております。まあポテンシャルと実力ともにね、昇格できるレベルやと思うので、愛媛 FC には2位以内もしくは優勝っていうところを頑張って J2 昇格をね目指してほしいなと思います。じゃあラスト1位の発表なんですけれども、1位は SC 相模原ですね。俺の今シーズンの J3 優勝予想は SC 相模原ということで、もうここはね俺の中では2位以内確実なんじゃないかなっていうくらいのチームなんよね。攻撃陣、特にフォワードの位置のところは出ていった選手は多いものの、こちらもね浮田選手とか笹生選手といったいい若手を筆頭に、ベテランで能力の高いシャドーストライカーの船山選手を獲得、まあ昨年からの戦術をベースに戦っていくっていうことを考えると 3-4-2-1 もしくは 4-2-3-1 でボールを握って縦パスを通していく、見ていてすごく面白いサッカーを継続してくると思うよ。で、相模原が2年前に J3 から J2 に昇格を果たした時は、粘って粘ってカウンターで虎の子の1点を守りきって勝利していくっていうスタイルだったんやけれども、まあ去年のね後半戦 J2 で苦しんでいた中で、守備をしているだけじゃダメだっていうことがまあ露呈して、守備を固めつつ攻撃面でもロングフィードポンっていう感じの縦に放り込むだけのサッカーじゃなくて、ショートパスをつないでいって攻撃を組み立てていくスタイルっていうのに変わったんよね。で、戦ったことのあるクラブとかは J3 には多いと思うんやけれども、全く違う新しいチームやと思って J3 組は戦わない、本当に相模原と対戦するってなったらギャップが生まれそうやなと思っております。で、さらに相模原が優勝すると思う理由は、この戦術のサッカーで前半戦はね最下位に沈んでいたチームが J2 で最終節の最後の最後まで残留の可能性を残す位置までやってきたっていうところがポイントなんよ。本当に相模原は最終節で残るんじゃないかなと俺はずっと思ってたし、それくらい勢いのあったクラブやったんやけれども、結局ね降格しちゃったっていうことで、めちゃくちゃ惜しいクラブなんよね。で、そしてそのサッカーを知っている選手が中盤に多く存在しているっていうのがポイントやったかな。あとはセンターバックが重要と思う相模原のサッカーにおいて、町田ゼレビアから水本選手で、柏レイソルから鎌田選手を獲得したりと、まあ安定感をもたらしてくれるような選手がいる点も優勝候補に挙げる要因になってるかなと思います。まあ正直さっきも言ったけれども、相模原の後半戦のサッカーに俺は魅力を感じていたし、 J2 残留して今シーズン最初からこのサッカーをしてくれたらどういう順位で終わるんやろうなっていうのを思っていたくらいやったので、1年で J2 に復帰して今度は J3 チャンピオンチームとして J2 に帰ってきてくれるんじゃないかなと俺は期待してるし応援しております。というわけで、まあ J3 リーグね2022年の順位予想6位から1位まで発表していったんですけれども、最後パッパッパッと言っていくと、6位に松本山が、5位に FC 今治、4位にカターレ富山、3位に FC 岐阜、2位愛媛 FC、 1位 SC 相模原っていう予想で今回はやっていきたいなと思います。まあ本当に J2 が戦国時代戦国時代って言われてる中で、今シーズンはね J3 も実力のあるチームがすごく多くなって、戦国時代真っ只中、まあ、J3 も沼って言われるようなリーグなので、今年 J2 から落ちてきて J3 に参戦するチームっていうのが4チームいると思うんやけれども、1年で出ていくクラブはどれだけいるのか、1チーム2チーム、そしてもしかしたら降格組は一つも上がれないっていう可能性もあったりするので、 J3 楽しみに今シーズンも見ていけたらなと思います。じゃあまあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。来週はね J2 の昇格予想について話していきたいと思うので、よかったら来週も見ていってください。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。